スローマ三振スタジアムに2000億投資や矢印古代ローマの遺跡出て建設遅延です矢印今ここローマ新スタジアム建設予定区画内における発掘調査で古代ローマ時代の遺跡物が出土された模様自治体は調査命令を出したとのことスタジアム建設しようとしたら古代ローマの遺跡出てくる国おもろすぎだろ古代ローマって紀元前から紀元後400年とかやばすぎだろこれで建設遅延は誰も責められないな昨夜のスタジアムと同じようなことになりそうやな日本でも奈良とか京都でちょくちょくあるよねこの話イタリアすぎて好き奈良で遺跡が出土したニュースよりローマで遺跡が出土したニュースの方がワクワクするのなんでだろうイタリアは世界一遺跡が多い国遺跡の出土で建設遅延はあるあるらしいだろうな遺跡物ないわけがないよだってローマだからやっぱりまたいつもの流れさすが世界遺産が世界一多い国さすがイタリア、歴史が違う。掘れば遺跡が出てくる。そりゃ誰も家の建て直しとかせんよね。そんな気はしてたけども。イタリアギリシアあるあるすぎ。逆にどこを掘れば何も出ずに済むん。ローマは会場にでも作らない限り難しそう。遺跡出てきて工事延期が日常な国、イタリア。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。